何買おうか。僕らのベチョベチョチャーハンのリベンジしなきゃいけない。そうや、俺おじや食べさせられましたから、あの時成長してる。で、俺は何も加えないです。早っ、トリさん一直線じゃないですか。あ、やったやばっ、出たやばっ、これを買わなあかんな。やばっ、できましたね。続いて、あ、水いるコーラがいっぱい。あ、コーラ買いましょう。ケンスケコーラ好きやろ。あ、そうっす。バカみたいな、何これ。これ3リットル2リットルや。でもえ、そうなんだ。ちょっとあれ欲しい、柿の種。柿の種あ、今食わせていいの。え、俺雪のやつ食べたい。あ、いいわ。え、マジですか。ボタボタしてる。あー、季節か。ボタボタでいいか。はい、ボタボタのおばあちゃんかわいいか。うん、飯行くか。飯行きましょう。今日のメニューはカレー。あ、カレーいいですね。とりあえずきゅうり。きゅうり、本当にこれは本当に喜んでもらえる。おかわり欲しいって言われることを自信があるから、まあ、6本買っていくわ。ご飯は必要やな。ご飯は必要っすね。俺ご飯炊くのめっちゃ得意です。はい、俺お米好きなの。あ、お米あるよ、お米。ケンスケ君もなんかスカしてるやろな。グミ君選んでください。ん？あ、ごめんね。しんのすけのいいんかな。しんのすけのすけがいい。そう、俺今しんのすけ家で買ってんねんけど、めっちゃうまくて。ないか。やっぱ今勢いがありますからね。宮城県の本汚れ。今勢いがあるんで、仙台育英優勝したんでね。これ5キロですか？5キロ。でも本当に子供が。ちょっと重たいわ。だってこれすごない？焼きそば麺1袋と卵1つでできちゃう。レンチンでできるやつだろ。はい、俺1個作るわ。お、この人。何が必要？調味料はとりあえず。あ、俺も調味料。じゃあ俺ちょっと一回、あ、みんなで回ろう。一応ね。ちゃって。一応撮ってる。興奮してきたわ。テンこのサイズしかないんか。かつお節と塩昆布。美味しそう。もうそれだけで。もううまそうやろ。ゆうたれてる。もうゆうたろう好きやで。いや、もういっぱい作るんで。かつお節。え、塩昆布。うわ。こっちもあります。ミラクル。こっちがいいね。はい。バターないかな。バター。お、醤油だ。はい。美味しい。高さやし。みりん、ごま油。あ、ごま油買いました。え、みりんとお酒ない。みりんは酒っすよ。あ、そうなの。はい、俺今知ったわ。酒なんや、ほんま。アルコール 13.5。 すごっ、初めて知ることばっかりな。バターがないんだよな。乳製品とかあるから。バターは、はい、最高。ドキ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 サンキュー。ドキ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 。バター、あ、はい、これうまいやつ。やばいです、こんな19,348円。あー、すげえ。ちょっと近いもんです。やりましょう。あ、お米炊くの得意です。なんかしきりに意気込みが言ってね。あ、お米炊くのだけは昔からやらせてもらってるんだ。あ、意気込みくん、あれがないかもしれない。一部を測るやつが。感覚？すべて終わるだ。お米、一合。え、メインは今日何なの？メインは俺のやつで大丈夫な。はい、これだって、ほんま？これはお米とおつまみだけで作れます。うん、もう切ってる。わからんか、こ何か笑って。終わるな、感覚でご飯来たら。おいや、ご飯感覚でいったら。お米の計量カップは、紙コップでも代用できます。うん、お紙コップがないよ。紙コップ買ってきてるんですか。結構紙コップ買ってきてるんですか。まずご飯炊けんことにはな。はい。うん。僕もう一気に炊き落としてますよ。いや、そんなお前、お前それ炒めてただけでお前料理言うなよ。でもこれ超美味しいもん。いや、美味しいは美味しいけど、お前もう時間との勝負だよ。と俺今からスパイシーチキン作るで。お、え、すごっ。いけるってやつが来るもんね。めっちゃいい匂いしてきた。あ、サラダ油買ってない。あ、ケンチキンサラダ油って言っとけ。コンビニであるやろ。とりあえず、オッケー。サラダ油とりあえず、優しい、もうやな。優しい。お前、飯だけや。飯。俺の人生初めてのタレ作りをやったろうかな。え？これ。あ、そんなに。4人分やろ。
リゴはもう俺の目分量でいかしてもらうで。うまそう、もうそれうまそう。じゃあちょっと1枚のことすんで、ここに持ってみよう。さ、なんで料理家みたいなことするわ。うまっ、飛んだ飛んだ。え、タレ、うまっ。匂いやばいね。正月で切ったこれ一発やで。マジっすか。うん、なんで正月なの。いや正月あるよ、正月。正月の日や。ニンニクを袋に入れる。もも肉を袋に入れます。味見しちゃってから。お前さ、俺が料理作る、お前こんだけしかないでしょ。タレしか作ってないでしょ。今から本格的に始まんねん、鳥越クッキングが。まっすぐ鳥越の筋肉に、お筋肉に効くタンパク質飯、こうやって作って。おー、うわー、そういうことだね。じゃあこんなのいいよ。食べる。トイちゃん、今からまっすぐまっすぐ料理を開始するよ。え、家では全くだと、うん、全くだと。僕も2品目できるよ。じゃあお前のは2品目とかどういう責任もあるんじゃないの。これが男の料理だよ。じゃあそのままそうやん。ほら、まんまとなんか流せるよ。まあ、早くご飯炊けよ。キノコスキップじゃねえよ。紙コップ待ちなんですよ。はい、そんな行くと今から行くでしょ、いかん。何がスパイスなの。ちょっと待ってて。よいしょ。片栗粉入れすぎて、みんな。ようやく遊び場シェアハウスに到着しました。ここにいました。綺麗な背中。ほら。買ってきたよ、サラダ油と。お、紙コップもっすか。よかった。うわ、ちゃんといいサイズ全部。あ、ほら。これもないです。ちょっとお弁当食べね。ぶち殺すぞお前。しゃべー。中火で片面さん。もう今日はちょっと俺知らんで行くから。俺初めて。いやー、今ね始まりましたよ。初日の夜なんか僕のために今鳥越さんと伊坂さんがねご飯を作ってくれてるみたいな。後で桃鉄やろう。桃鉄やっちゃう。ちょっと俺めっちゃ料理してるんだけど。え、すごない大変よ。お前はいつまでずっとレシート見てる？入ってない。え、ないんだ本当に。入れてたよね、こうね。うん。一緒にカツオの人見つけて。怖い話。何が？怖い怖い。ちゃんと俺は昆布を入れたのを絶対取ってるはずなんですよ。俺二人ピョンと落としたのかな。こうカゴに入れたと思って。あ、楽しいな。なんか俺ここに来ても何もできないと思ったけど、ちょっと楽しいわ。今だから今日の俺のエゴサしよう。乗ってますよトレンド。ちょっと待って、高橋健介11,800件ツイートされてる。え、どうなってんの。声優さんたちのファンの方が初めて僕を見てくれてみたいな。ちょっと人気のドラマでも1万とかいかないですよ。ちょっとルール違反をした。俺は声優さんの目の前でパンチになるっていう禁止技みたいなとこある。 2.5 次元俳優はこういうのじゃないですみたいな。高橋健介は 2.5 の中でもすっごい特殊な。じゃあおもろいことだよ。はい。でもあんな綺麗な顔して、しかも歌もうまいって声優さんのファンが。俺歌うまい。あの綺麗な声をされてて、歌もできて顔も良くて、あんなに面白いことできる人がいるんだみたいな。歌は鈴木愛理さんに終わった後に言われたのは、もう達成がね、舞台俳優さんですね。どこまで耐えてる。どっちのアイディスだ。え、もうやば。ひとりさん、匂いやばい。やばい。ちょっと、すごない。うわ。これ俺初めての料理。あのガサツな俺が。ちょ、めっちゃ食べたい。これご飯行ったら。これご飯大事っすね。ご飯進む。そうなみ、あ、やばい。そうなみ。これが染み込んでるの。え、でも確かに見た目めっちゃいいね。匂いもやばいっす。出来上がり。ちょっと、ちょっと待って。あば、お兄さん。お兄さん、お兄さん、これ美味しそうだよ。誰お前、どこの国の人。全部茶色。そうなるよ、男はそうなるやん。てかさ、これね、入れたら絶対うまいね。だから持ってた。うん、やるよ。
うまそう。ちょっと待って、写真撮るわ。確かに初の俺の初料理は盛り上がりすぎでしょ。あと10分。10分待てます？え、ちょ、行こうぜ。それでは皆さんご一緒にいただきます。うわ、緊張するわ。数しかねえ。ほんまに緊張するわ。ちょっと待って、緊張してきた。なんかあんまりその気使ったやつはやらんでええから。初めてやから、初めてやから。匂いはマジうまい。せーの。おいしい。お皿に取れるよ、あなた、うん、マジうまい。なんでこれトロトロなんだろう。片栗粉か、うん、これが美味しい。マジうまっ、ね、うまいうまい。あ、うまっ。だってこれでさ、味噌汁ちょっとサラダ、ご飯とかついたら、カフェの定食よりうまいわ。どうしたの、出せばそう、店。それさっき言ったら言ってよ。あ、言ってもったえ、よかった。あ、トリさん、これでもう料理の道ちょっと行くわ。マジで嬉しい。やっぱ誰かに食べてもらうって意識高くなりますよね。嬉しいわ、うん、これさ、いや、この家で何もしなくて、ちゃんと決めたいんですよね。確かに洗濯は俺、できないから。やれよ、調整しようとしろよ。掃除、洗濯、料理、皿洗い。じゃあ俺、総合しとる。何総合しとる。いいとこ取ろうとするの。総合しとる。じゃあもう料理番長にしてもらうんですよ、シェフ。メインメニューだけ。メインメニューだけ。メインメニューだけやる。じゃあ行こうか。はい、僕こういうなんかちょっとした一品とか作る。俺じゃあ飲み物を。お？飲み物すぐ。じゃあこいつ。じゃあ全ポジションに助けに行くというか。ああ、オールマイティーな。ちょっと来てって言うたら行くし。なるほど。でも、あとご飯で。米欲しいわ。米欲しいな。お、お、今から。一瞬開けてみて、濡らすべきか濡らさないべきか。まだ、まだ水飛んでる可能性ある。よいしょ。あの、めっちゃ水たくさんと思ってたんですけど、足りんぐらいと。とりあえず初日はこんな感じだったっていう。はい、だんだん絶品のご飯を皆さん。そうなの。もう、あ、でも美味しそう。甘っ。ちょっと水足りんぐらいです。ぐらいですね。普通にふっくら。いただきます。やば。あ、でもシンプルにご飯。あ、もう全然いけるいける。あ、全然いけます。いける。うまい。うん。よかったっすね。美味しい。うまい。これで、これでご飯。もうあっという間に。完食ですよ。ごちそうさまでした。すみません。一人一番。人一万。人一万。すげえぶったくるじゃん。でもやっぱ嬉しい。これ全部、こう、食べてもらう。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。待ってる？はい。ちょうどね、今、お風呂僕が入って。ごめんなさい。ちょっと言っていい？何ですか？なんと私、ゆうたろうが使ってる洗顔で変わられました。うわ、もうゆうたろうだ。どこのブランド？どこのブランドですか？ちょっとわかんないですけど、なんか光沢感。さあ、いくぞ。すごいやつ。いいとこっすね。いい。でしょ。お前ゲームせんと風呂入れ。お前。お前さ、手にリモコン持ってんのバレとんねん。見てこれ、ほら、え、これなんか見覚えが。わ、触り、いいな。触るんだ。触り、乳首。左乳首。右。それ。感じ。一番ちょうどいい。グミ。はい。あ、もう眠い。やばい、このベッド寝るんすか。え、じゃあトゥイちゃんとさ、ゆうたろうに聞いてるとこで寝たいか。え、今どこで寝るって。なんかもうベッドに乗ってますよ。寝つけて。どこで寝るって。あ、ゆうたろう、お前、俺、どっちでもいいわ。私はもう寝る。あの人寝るの体勢でどうなってんの。アンディが来た時にウッディを取れや。畳でええんちゃう、直で。ケンスケ、畳です。え、こっちで話し合ってた結果、畳です。だからめちゃくちゃ疲れてる、ケンスケと。はい、ケンスケ。イクミと俺がベッドになりました。イクミと、でも髪の毛がもう定まらん、今もうどうしたらいいかわからん長さです。髪切ろうかな。あの、シェアハウス今しないでもらっていいかな。はい、おやすみ。髪切ってください。もう起きないと。ああ、シール痛かった。
黒を切るわ俺が楽しいやつを見て黒を切るわ一緒になるのまで天気だろう配信おはようございます。おはようございます。お前朝顔ウルトラマンやん。どういうこと？誰が？なんか尖ってるで、目つきとか。じゅわってやって。えらい。いや、それ、ちゃうわ。おはようございます。おはようございます。すげえ。あ、俺の目がこう。うん。お前さ、デスノートのヤガミライトが人殺すときの帽子の被からすんなよ。俺が書いたら俺の名前。お前、あ、うん、終わりだ。ココ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 コ、あー、ゆたろうがパンツ姿になってる。詰まってないか、これ。詰まってます。なんで？本日今朝6時ですけど。どうなってんのこの笑いも。違うわ、お前やろが違う。お前これはケイスケ君に非があるよね。なんでよ。だってお前取り掛かろうとしてたよ。どうすんの？じゃんけんよ。これは最初はグーじゃんけんぽい。イエーイイエーイイエーイ。最初はグーじゃんけんぽい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 。あーっそー俺もうすぐ笑ったらもうやっぱこういうのはいいですけどね。もうね、最悪なら。お前らマジでなんで俺朝6時からお前洗い物せなあかんねん。ほんまに俺豆乳飲んだ人を片付ける。俺アーモンド効果だよ。ねえ、もう一緒やん。もう豆乳もアーモンド効果もで、なんかわからんけど、めっちゃ詰まってるやし、いやなこれ。